19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35。あはー、高額なバンだぞ。今度こそ50も飛ぶつもりだったの悔しいわね。お邪魔さん、仲間に入んない？みーなんか35も飛んだんだから。悪いけど私、子供の遊びに興味ないの。はぁ、失礼ね。自分だって子供じゃないの。ねえ、変だと思わない？この頃のお邪魔さん。変だとも、ものすごく変だよ。一日中水浴び小屋にこもって本ばっかり読んでるんだもん。かしら、すごく憂鬱そうよ。こっときなさいよ、あんな変な人。そうだよ、さあ、縄跳び始めるわよ。早く飛びなさいよ、ほら。やれやれですわ。外に出れば何か面白いことあると思ったのにさ。バカみたい。縄跳びの仲間に入らないかだって。そういえば私はこの間すれ違った時もね、何かこうとてもつまらなそうだったな。とにかく一言も口を聞いてはくれなかったよ。どうしたんでしょうね、お邪魔さん。何か悩み事があるのかもしれないね。だったら黙ってないで話してくれればいいのにさ。人に話せない悩み事だってあるさ。むしろそれが本当の悩み事かもしれない。そうかな。おしゃまさん、腰掛けていい？腰掛けたかったらご勝手になさいな。うん。ねえ、おしゃまさん。なあに、ムーミン。今夜のお月様とっても綺麗だね。あら、そうかしら。私は別にそう思わないわ。あんなもの太陽の光が月に反射してるだけよ。そんな風に考えるからダメなんだよ。じゃあどう考えたらいいの？どう考えるって、その、お月様は綺麗なんだよ。やれやれ、単純なお方。僕は単純だって。でも僕はそれでいいんだ。私はそうはいかないの。月を見ても星を見ても音楽を聴いても、てんでこの頃感激しないのよ。そんなもんかな。そんなものよ。世の中ってバカらしいことばっかり。何か急に年を取ったって感じ。ねえ、おしゃまさん、君ひょっとしたらすごい哲学者になれるかもしれないよ。まあ、私が哲学者に？だってこの頃の君ってジャコネズミさんそっくりだもん。ジャコネズミさんってその方どなた？ムーミン谷の哲学者さ。いつも無駄って本読んで無駄の研究してる人。まあ素敵。無駄の研究なんて私とフィーリングがぴったし合いそう。ねえムーミン、その方私に紹介して。ねえねえお願い。今すぐはダメだよ。あの人気難しい屋だから、こんな夜遅く訪ねてったら叱られちゃうよ。それもそうね。じゃあ明日絶対よ。オッケー、約束したよ。ヘキシン、ああ、いまいましいくしゃみめくしゃみほど無駄なものがあろうか。ヘキシン、ねえのもの、ヘキシン。行ってきます。ムーミン、お目覚めですか、パパ。こんなに早くどこ行ったんだろう。
何ですか、おしゃまさんの悩みが解決できそうだとかって、お食事もそこそこで飛び出していきました。うん、わあ、どんなに素敵なお方かしら。私胸がドキドキして夕べ一睡もできなかったの。無駄じゃ無駄じゃ眠れないほど素敵かしらね、あの人。そうだよ、会ってみてがっかりするから。ねえはねえ、それが楽しみでついてきちゃったんだから。ここだよ。わあ素敵、なんて哲学的なお住まいなのかしら。あれ、うん、バカみた。おはよう、ジャコネズミさん。お邪魔しますわ。挨拶は無駄じゃ、入ってこい。わあ素晴らしく哲学的なお声。ジャコネズミさん、こちらおしゃまさんっていうの。うん、おしゃまです、よろしく。うん、ご想像申し上げていた通りの素晴らしいお方ですわ。お目といい、お口といい、おひげといい、お声といい、私も。お世辞は無駄じゃ、要件を言いたまえ。まあ、なんて哲学的なお言葉でしょう。実はお願いがあるんです。先生様、私を。バカ者、先生に様をつけるほど無駄なことがこの世の中にあろうか。先生だけでいいんじゃよ。はい先生、私を先生のお弟子にしてほしいの。え、あら、これはなんと、わしの弟子に。はい、先生の無駄哲学を勉強したいのです。ぜひ私を先生のお弟子にしていただきたいの。僕たちからもお願いします。おしゃまさんをお弟子にしてあげて。先生、お願いします。弟子を持つことは無駄なことじゃねえ。やっぱりダメですか。しかしじゃん、弟子を持たぬのもこれまた無駄なこと。こうしていること自体無駄なことだ。よし、今日からわしの弟子にしてやろう。わあ、よかったな。よかったね。これもみんなムーミンやノンノンのおかげよ。私嬉しくて涙が出そうなの。喜ぶなんて無駄じゃん。なんだって、おしゃまさんがジャコネズミさんの弟子になったって。おしゃまさん大喜びさ。いや、そりゃいいんだがね、私には何かこう嫌な予感がするんだがね、ママ、パパのおっしゃりたいことを分かるような気がします。なんか僕いけないことした？いやいや、別にそういうわけじゃないんだが、どうじゃ、少しは無駄が何であるか分かったか？読めば読むほど分からなくなりますわ。それでいいのじゃ、お前にとって読書はまさしく無駄なことなのだから。そうか、私にとって本を読むことは無駄なのね。無駄が分かればそれでいい。明日から自分で無駄を発見し、その無駄を取り除くのじゃ。それが哲学の実践というものじゃ。はい。わしはもう休むから。先生、寝ることは無駄じゃないんですか？いや、まさしく無駄じゃ。じゃあ私、一晩中起きてますわ。いや、それはまさしく無駄なこと。夜起きていることは寝ることよりもっと無駄じゃよ。いや、もうわしは眠るから。なんだかちっともわかんないけど、素敵なお言葉ですわ。まあ、なんて素敵な寝姿なのかしら。起きてることは無駄だから私も寝ようっと。おしゃまさん、私ね、ムーミンパパにお話があって参りましたの。パパに、いや、ちょっと失礼。ねえ、ムーミンパパ、相変わらず小説をお書きになってますの？書いておりますよ、こうしてね。私が考えますに、読者は無駄ですわ。従って、小説をお書きになることも無駄ということになりますわ。私はそうは思いませんね。それが無駄な考えというものよ。
こんな無駄なものがあるから小説を書きたくなるんですわ。待ってくれたまえ。何するんだ、パパの大切なものなんだぞ、これは。まあ、なんてお気の毒な人たちなんでしょう。どうして僕たちが気の毒なんだよ。ねえ、どうしてなのさ。だって毎日毎日無駄なことをしてて、そのことにちっとも気づかないんですもの。じゃあね。あれ、私の嫌な予感が的中してしまったぞ。困ったことになりましたね、パパ。僕やっぱりいけないことしちゃったのかな。こりゃムーミン谷に一騒動持ち上がるね。さて、今度はどなたの家を訪問しようかな。待て、なんてことするんじゃ。こんな無駄なものは捨てた方がいいのよ。わしのコレクションが無駄じゃと。言ってみれば蝶々の死骸ですわ。わしの命より大切なコレクションを。緑の森よ、暖かき太陽、緑の中に芽生える小さな生命よ。この森の散歩道の素晴らかしさよ。言うなれば何ですか。なんてことをなさるんですか。このカツラは僕の権威のシンボル、僕が僕であることの唯一の証拠なんであるにしてに、その大切なものを返してくれたまえ。ちょっと返してくれたまえ。カツラなんて無駄ですわ、さっさと取りなさいましな。返してくれたまえ。お食事するのは大好きだけど、後片付けってやね。そんなこと言うもんじゃなくてよ、ミー。お食事にはお食事の喜びがあるわ。後片付けにもそれなりの喜びを感じなきゃ立派なレディになれなくてよ。そうかしらね。そんなことないわよ、ミー。お皿で食べるから後で洗わなきゃならないんだわ。お皿なんて無駄なのよ。手で食べれば後片付けをしなくて済むじゃないの。なるほどね。私、あなたたちのために割ってあげてるのよ。いくらなんでもひどすぎるじゃないの。どんと、あいや、お任せなすって、かような無駄なものは小生が片付けるでやん。無駄哲学を分かってくれたのね。あいあいさ、我が輩腹が膨れりゃ誰とでもあいあいさ、ありがとうよ。まあ、嬉しい。初めて賛同者が現れたわ。ねえ、そんな大げさなもんでないでガスよ。いい加減にしてちょうだいよ。さいなら。ほ、ビトン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 。結局私を理解してくれる人って一人もいないのね。とにもかくにもです、不肖スノーク、この世に生を受けて以来あんな侮辱を受けたのは初めてですってが。だからであります、だからこそであります。私はここにおしゃま並びにその背後で糸を引く邪行ネズミの逮捕は断固要求するものであります。え、わかりますか。サンディー逮捕するのは簡単なことじゃ。しかししかし何ですか、所長。しかしはしかしじゃ。逮捕するのかしないのか、それを聞いておるんですよ。逮捕するのだか、やめてよ。やたはった、ムーミンが。社長さん、私からもお願いしますわ。はたひったへったのんのんまでが、あんなあんたる嘆かわしいことを言うんですか。ね、いいですか、のんのん。邪行ネズミはみんなを侮辱し、最大の迷惑をかけたんであるにしてにですな。まあ言うなれば、二人は罪人じゃないですか。それをほっとけというからには、ムーミン、ノンノン、君たちに何かいい方法があるんでしょうか。だからどうなんでしょうか。そんなこと言ったってひどいわ、お兄様。そりゃなんですよ、私だって好き好んで罪人を作りたくはありません。しかし場合が場合です。ねえ皆さん、そうじゃありませんか。そうよ、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 そ。気乗りはせんが、ムーミン谷の秩序を守るためには逮捕もやむへんかもしれんな。所長さん、ムーミン諦めてくれ。ことここに至っては致し方ないんじゃ。ちょっと待ってください。
スナフキン。スナフキン、まさかよもや我々が下した結論に不服があるとでもおっしゃるんじゃないんでしょうな。え、罪ある者を罰するのは当然のことです。スナフキン、やれやった。これはあなたも言うなれば健全な常識人です。当然我々の結論にサインを表してくださると思っておりましたですよ。いや、ここでちょっと待ってほしいのです。あなたは好んで罪人を作りたくないとおっしゃった。もちろん皆さんだってそう思ってらっしゃるに違いない。だったら私にちょっとだけ時間を貸してくれませんか。時間を貸す？そうです、二人と話をしてみたいんです。これはしたり走ったり、まあ言うなればナンセンス。君はあの頑固者たちに説得が通用するとでも思っているのかね。それこそ無駄な話だ。しかしスノーク君、物は試しということわざもあります。皆さん、ここは一つスナフキン君に任せてみたらどうでしょうか。賛成。スナフキンとジャコウネズミの対決、これ面白い。誰じゃ。あ、なんじゃ、君か。先生、誰あの方。いや、ムーミン谷の変わり者さ。変わり者。そう、今日は変わり者同士お話ししようとやってきたんです。無駄じゃ無駄じゃ、議論は無駄じゃ。そうですか。私はそうは思いませんね。学問は議論を積み重ねることによって発展することもあるんじゃないですか。うるさい、無駄じゃって言うちゃう。もう帰れ、帰ってくれん。帰ってよ、先生がおっしゃってるじゃないの。そうか、ならば弟子の君に聞こう。君は先生にどんなことを習ったんだね。この世にあることは全て無駄なんですって。私本当にそう思うの。なるほど、そうか。すると君が生きてることも無駄ということになるんだね。もちろんよ。先生、教えてください。生きていることも無駄なんですか、先生。無駄なことを聞いて、もう。でも私、大切なことだと思うの。じゃあ、コネズミさん、おしゃまさんの疑問に答えてあげてください。おしゃまさんは真剣なんですよ。誰が生きていることが無駄だと言った。あなたのお話を突き詰めて考えると、おしゃまさんにはそう思えるかもしれません。先生、どうなんですか。無駄じゃよ、生きていることは無駄じゃ。すると先生は。そうじゃ、まさしくわしは今まで生きているふりをしていただけじゃから。ハリー、助けて、お化け。ああ、君たちも来てたのか。スナフキン、それどころじゃないわ。この人生きてるふりをしてるって言ったわね。すると、ジャコネズミさんは幽霊なの。あ、先生が幽霊。え？それでスニフが逃げ出したのか。幽霊じゃないよ。何を言う、わしはただ生きてるふりを。ということは幽霊よね。み、幽霊見るの初めてなの。ちょっと触らせてよね。よせよ、み。みはスニフみたいに臆病じゃないのよ。いいじゃないの、ちょっとだけ。あら、あるじゃない。お顔もあるし、足の裏も。やめてくれ、おい。どう。やめてくれ。いやー、もうこれ。なんて陽気な幽霊だ。スナフキンの説得はどうやら難航しておると見えますな。当たり前ですよ。逆にジャコウネズミに言いまかされて、スナフキンまでが無駄じゃ無駄じゃなんて。まさか。助けてくれ。ちょっと待ってください。助けてくれ。ハタヘッド、言うなればこれヒット。どうくぐったいよ。幽霊でもくぐったいのに。ほら、またどうしたことかね。私、先生、幽霊だったの。生きてるふりをしてただけなんです。あら
待て、おしゃま。いや、わしは生きておるんだぞ。何が無駄で何が無駄でないかを知るために100年は生きるつもりじゃ。いや、おしゃまさんにちょっと無理じゃった。このわしの生き方はわしかわからんのじゃ。たった今からお前を破門する。さらば、さらばじゃ。姉、ジャコウネズミさんにもっともっと生き方について研究してもらいたいと思ってるんだ。人と違った考えを持つことは一向に構わないさ。引いてる引いてる引いてる、ほら。素晴らしい発見や素敵な哲学は案外そんなところから生まれる場合が多いからね。でもその考えを無理やり他の人に押し付けてはいけないな。その人にはその人なりの考えがあるからね。わかるね、おしゃもさん。そこが君とジャコウネズミさんの違うところさ。はい。さて、僕は失礼するよ。僕たちも帰ろうよ。なんて素敵な方なのかしら。あ、私あの方のお弟子になりたいわ。そうしよっと。ちょっと待って。いや、わからないもんですな。この話を聞いた時もうみんな首をかしげるやらひねるやら。それもそのはず、あの皮肉屋で怒りんぼのミーが意外や意外、怪我をしたステンキーの看病をこっそりしてたんですからね。いや、これがね、のんのんなら話はわかるんです。ミーがね、とにかく優しさあふれるミーの女の子ぶりをとっくりご覧ください。では来週のムーミン、ミーって優しいの？ぜひね。うんぱっぱ。いやいやいや、諸君、びっくり仰天、うんぱっぱ。ムーミン谷の上空がさんさんと輝いたかと思うと、火の鳥が舞い狂い、光の精が金色の光をまき散らしたんです。いや、もう驚いたのなんだって。海岸に流れ着いた花の種がまさか、まさかこんな光景を生み出すとは。100年に一度という素晴らしい光景を見せてくれたのも、実にのんのんの努力だったのです。では来週のムーミン、のんのんの願い、ぜひね。うんぱっぱ。しがらないで、もじもじしないで、おねんねね。あらまあ、どうして？けどでも、わかるけど、男の子でしょ。